はい、2020年10月15日ドラクエウォーク、本日はルーラーの更新時間に関しまして24時間から72時間3回と延長されまして、さらにですね、さらにですよ、あの手の届くところにね、魔王の祠がね、更新で飛んできまして、あとはメタルがね、どれだけあるかなーというのを明日に期待しつつということで、本日の本題ではです、明日の高難度でございますということで、こんな風のデッキを考えました。これでも行こうということで、全体的な装備としては、外貨とワイルドなんかに関して獣耐性か、それかバギ耐性、おそらく最後でボーランテン先生が多分出てくるという、多分みんな誰もしもが想像できる範囲だと思うんですけど、じゃないかなというところで、そこに焦点を合わせつつ他のね、獣系もまあ対策できんかなということで、こんな感じの構成にしました。やっぱね、炎の剣ね、あの使ったんですよ、地味に強いもんで、せっかくなんでこれを使ってこうということで、で結局攻めるとこで言うと、イオかメラしかないですかね。いや、もうその2つでしょ、どっちかでしょ。で、世界中持っとるわけじゃないし、別になんかメラの全体とかってあるわけじゃないもんで、じゃあせっかくなんで両方1本ずつ。というのがね、これ、クリスタルクロー、この前当たったやつ、せっかくなんで1つさせてみますわ。2つはさすがにね、2本持っときたかったんで、うん、なんで外貨の人だけあんだけ鍵かけたんだろうね。よくわからんかな。まあいいわというとこで、ほんで、クリスタークローと炎の剣でまあ行こうかなって、一応久しぶりにね、バトマスを使ってみようかなって、魔法戦士っていうのも考えたんですけど、属性が合わんことにはね、持ってけんですし、何より今回あいつキマイラロード、キラマイじゃないね、キマイラロードだね、ちょっと待ってください、あのね、名前がね、本当にね、ちょっと、あ、これで見んでいいわ、ここにおったね、キマイラロードね、キラマイじゃないね、キマイラロードだね、こいつが魔法機関すが、なんで、あれ、クエストじゃない。なんで魔法を持ってっても、ね、対策しようがないというところで、じゃあ物理でいこうというと、こんな風な構成になりました、武器的にね。で、対応、まあ、詰まったな。属性の対策としては、さっき言った通り、外貨なんかでって、さらに全員一応あれですよね、これもあれ、ね、ボーランデン先生対策で、炎の盾を全員入れまして、それで心構成なんかを順番に行きますけど、まあ並び的にこれあれなので、パラディがやっぱ一番頭で、せっかくなんでバトマスも使ったんですけど、レンジャーの方が体力持ってあるんで、レンジャーを前にして、で最後は賢者で、まあ割とオーソドックス、私っぽくないって言えば私っぽくないんですけど、それで心の構成なんですけど、こんな感じですよ。これはほとんどあれだね、もうバリゲーンと変わらずで、構成的には変わってない。うん、それをそのままで武器をちょこっといじったぐらい、魔法のイオダズとかを外してメラブレード、炎の剣に変えたってことですね。これだろうな。これでもまあ一応悟り持つらそこそこ回復しますし、何よりこの体力がね、800あるっていうのもありますし、今回のでもあれだね、高難度じゃないけど、ここら辺のところ含めてバリゲーンのS があるかないかが結構明暗を分けるとこなと思うんですけどね、多分ね。あと魔王の使いとか、あのあたり、このコスト99の重い軍団、あそこら辺をいくつ入れれるかの構成じゃないかなと思うんですよね。ということで、次のレンジャーがこんな感じでございます。これももう完全に、ね、体力面をね、重視したところですね。って言っても、魔王の使いや入れや普通に火力出るしね、いいようでね、一応大義の方シフトしてますし、バリゲーもそうだね。まあ、これちょっと体力お化けだな、100いくつはな。で、一応そこら辺の体力面をね、考慮しつつアームラインも入れて、じゃあここの水色何しようかなと思ったけど、青色って言った方がいいか。キングスライムでもあれだし、まあだったらせっかくなんでギガンデス入れていこうかなってとこで。力的には確かにね、キングスライムのところはまるんですけどね。別に体力100ぐらい減っても700ぐらいあるから、キングスライム入れるっていう手もまあありっちゃありなんですよね。別にギガンデス入れたって、ね、何にも、聞くとこがないんですけど、属性なんかに関して。なんですけど、これ一応ドルマ耐性があるんで、ブラックドラゴンいますが、あれの時で、まあ、出てくるか出てこんか分からんですけどね、こんだけ今回だと強敵が3体か。で、ブラックドラゴン、メガモン系統がブラックドラゴンにバリゲン、ボーランテン先生入れて5体、強敵含めて。っていうことだから、1体や2体なんか削られる可能性も、って思うんですけど、まあ、とりあえずドルマ耐性もっていうところで体力も漏れるし入れてみました。うん、耐性面はやっぱ重視した方がね、火力面よりって思ったんですよ。特に高難度に関しては、強敵より高難度に関しては。ということで、珍しく使った私のバトマスなんですけど、こんな感じにしました。これもやっぱバリゲン入れたね、どうしてもね。
ただこちらは一応火力面を重視してここヘルコンにしました。赤の色でね、体力面盛るのがちょっと入れるのが難しいってとこなんですよね。っていうのがこれ赤で見ていくと、力でいけばまあ当然ね、ヘルコン上に来るんですけど、並び替えで体力とかで見ていっても、そうだね、バリケーンとかこう画片使っていけば、ボーンナイトとかスカイドラゴンでちょっと大義じゃね。ギガンですよ、これ無理に入れて、適正枠じゃないところ120あるけど、だったら、ね、ボストロじゃんって思いますけど、コスト的に入らんんですよね。ボストロでもよかったんですよ。ここら辺が入らんですよ。これが入らんってことは、ちょっと待ってくださいよ。あ、こっちでいいか。当然これもね、入らんんですよね。だからね、だからまあまあまあヘルコンかなってところで、体力面を重視したかったんですけど、ね、色の割合ということで、レンジャーのあれだね、あの青色が活かせたらもんで、それだもんで、ね、ギガンデス入れても、本当はギガンデスでも一体入れたかったけどね、ドルマ体制という、一応ブラックドラゴンで、そんなには多分ブラックドラゴン怖くないと思うんですけど、メガモンの感覚からは。わからんな。わからんな。ダークキングとかの昔の例があるでな。わからんよな。まあ、ということで、こんな感じの構成にしました。火力寄りってとこじゃないですね。本来ならね、これ、装備に関してもね、こんなワイルドや外貨つけずにね、天空つけていった方がいいんですけど、まあ、やっぱ体制面はどうしても重視しましたね。あの、獣があるとないんだ、多分全然違う。多分こいつ一人だけボコボコ食らって何にもできなくなると思いますので、やっぱ体制面を素直に重視ということで。本当はね、天空入れて火力面を重視したかったんですけどね。こんな感じにしましたというところで、最後はこんな感じですね、賢者。これもやっぱ体制面重視しますね。回復よりね、ドラゴンスライムとメタルホイミーに重視してということですね。で、ボボンガーとバラモスにして逆に悪魔神官を外しましたね。回復面を考慮するわけじゃなくて、これで回復魔力620。まあそんな高くないって高くないですよね。悟りつけとるから。で、もうちょい持ってもいいんですけど、やっぱ体制面をね、どうしてもね、メタルホイミーとドラゴンスライムね、ここが落ちたらやっぱ終わってまでね。うん、ということで、こんな感じの構成にしました。どうでしょうね。なんか個人的にはあんまり自分の中でそんなに高難度が盛り上がっとるっていう感じはないですよね。いつもだとなんかね、ああやってこうやってこうっていう気にはなるんだけど、これストリークルーションでよかったか。っていうのがね、これ別に高難度とかのそのモチベーションとかテンションとかの割合じゃなくてね、あの、ホコラ機能実装されましたが。で、メタルのホコラ実装してきましたが。実装ってまあ同じ言葉に一回言ったね。でそれによってレベル上げがすごいね、簡単になった、イージーゲームになった、ヌルゲームになったみたいな、まあ、言葉は違いますよ。そんなようなこと多分今まで私言っとったと思いますよ。それでね、なんかね、ちょっと冷めてきた感がある。楽すぎるっていうの。いや、メタルの祠さえあれば別にレベル上げできるから、ね、全然別の話になりますけど、周回武器がそんなね、ギガデインとかなんか4凸がね、2本も3本もとか、そういう話じゃないもんね、別に、ぶっちゃけて言うと、あと何、普通に周回して倒すより、メタルの近くに、自分の行動範囲にあるとこ行った方が、そっちの方がね、非常に効率がいいんで、ちょっとそこら辺でね、バカらしくじゃないけど、冷めてきた自分がね、ここ2、3日非常におるよな、と。特にあれだね、ホコラ実装してて、最初はね、石板が欲しいもんでね、魔王ばっかり言ってたんですよ。だけどね、心も集めて、一通りこれ職業も何、熟練度5まで上げていったんですよ。だけどこれ、同じ、例えば、戦闘でパラディンで言うと BNB にするか。これが何、パラディン上げて、バトマス上げて、賢者上げてって、その何、熟練度上げた能力の捨てを重複できるわけじゃないから、一人一職業、まあ、使い分けるなら二職業ぐらい上げとけば別に潰しは効くから、そこまで上げんでいいって考えると、そんなに石板がいるのかな。で、さらにね、冷めたってことないけどね、スーパースターがね、そんなに強くないからね、レベル上げしとってもね、一応今がね、ちょっとお待ちくださいよ。こんな感じでやっております。いや、ちゃんとレベル上げやってますよ。なんかお前サボっとるなんて、そういうわけじゃないですけど、行動範囲にメタルの祠があれば1点で、本日更新したんで、明日のね、移動範囲とかでどんなもんがあるか、返しつつ、なんとか調べて、あるところは拾って、今、メタルの祠はすぐ倒せるからね、倒しながら行こうかなと考えてるんですよね。で、余っとる時に、匂い袋のね、ポチポチのレベル上げもまあやってますね。ただ、今回メタルの祠の方ばっかでレベル上げが進んどるもんで、匂い袋が全部なくなるとこまで行ってないんですよ。まあ、上級匂い袋買うとこまでやってないんですよ。この前も多分行ったと思うんですけど。なんで、ちょっとそこら辺がね、祠だけじゃなくて、ね、メタルの祠でちょっと冷めた部分がなんかあるのかなーって。で、このまま結構なに手を抜いたペースで、だってこれ毎週、ちょっと待ってくださいよ。祠の方行きますか。
ほこらの方だってこれ木曜日に更新されるんだから、少なくとも、まあ、これ人によると思いますけど、どこまでね、あの移動していくのか、自転車で行くのか、ドローンで行くのか、それは人によって様々ですけど、ほこらで行くか。1週間に1回はこれ更新されるってことですが、今あるほこらが。これじゃないね、もうちょい下ですね、多分ね。ちょっと待ってくださいね。ここら辺じゃなかったか？ですよね。これが本日15日ですがね、3時に更新されましたが、現在が5時40分ぐらいでございます。ということで、来週の木曜日3時に更新されますが、スコア更新からその後はまたね、あの予定は未定なんでいいとして、多分多く運営さんは決まっとると思いますけど、これ来週にもまた更新されるか、少なくとも、この1週間で自分の行動範囲内のメタルの歩行ぐらいは、まあ人によりますよ、数は。あの 500m も移動しんって人もあればね、何十キロも何百キロも移動してる人、人それぞれですけど、それなりにはまあね、自分の移動範囲はね、ある程度は多分ドラクエフォークやってる人は多分拾うでしょう、拾うと思うんですよ。枯れると、そうするとレベル上げが今までのペースより速くなっちゃいますが、いや速くなったんですよ、絶対に。で、私の環境ですからね。そうするとちょっとね冷めてきたじゃないけど、なんかあれだね、ね、食べ物とか物とかでもそうだけど、何手に入っちゃうと、なんていうの、捨てたくなるっていうの、あの変でしょ、そういう人間なんですよ。なんかふわっとね、なっちゃうと、まあそういう自分がね、ここ 2,3 日いるということで、まあね、そんな心境もありますということで、まあそんな感じで、どんな感じやねんということで、それはそれ、これはこれ、ほこらはほこら、メタルはメタル、レベルはレベル上げ、高難度は高難度ということで、これじゃないね、3人の方じゃないね、集会じゃないね、メガモンの方ではありません。このバリバラというところです。これで、なんとか明日高難度やってみようかなーって。インチキって、やでもまあインチキなんだと思うんですけどね、これ、コロ構成がね。レベル55でまあ入れれるところのね、体力高いところの心入れて、これで負けたらどうすんやってところですけど、でもこれぐらい多分対策してかんとバリゲーンおるし、特にバリゲーンに焦点合わせかんと、結構きついんじゃないかな。で、バリゲーに焦点合わせていくと、道中の獣とかで、まあ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 、きつい目合うんじゃないかなと思いますよね。結構身動き取れんくなって。で、回復も多分1枚でいったらいくら悟りがあるからって寝ぼけたことやっとては。世界中があっても多分回復1枚でいくのは案外きついんじゃないかなと思ってますよね。さあ、ベストはあれだね。世界中2本で、どうだろう。でも、レンジャーやっぱ入れた方がいいだろうな。あの、いくら縛りがね、どうのこうのってあっても、入れた方がやっぱあれだろうな。パラディも必須だもんな。賢者も必須だもんな。パラ賢者必須だな。レンジャー必須だよな。あとここの一枠をレンジャーで行くか、バトマスで行くか。まあ、補選で行って、属性を合わせるって周りさね、いよいよね、世界中2本とかね。そうしや、メラーでもね、全体攻撃できるか。まあ、それが一番ねかな。火力面とか含めて多分やりやすいんじゃないかなと想像してるんですけどね。あとは武器の突具合とか、そんな具合ですかね。そんな感じでね、メタルの祠でちょっとね、かなりですけど、冷めてきた部分もありますけどね、まあ明日の高難度ね、なんとかさっきのようなね、パーティーコースでやっていきますということでね。でもね、いや、もう一回言いますわ。本当にね、一回でメタルの祠行って、例えばここないですけど、ないんですよ。ずーっと見とったんですけど、ないんですよ。減らしたんかな？ないんですよ。今の私のこの周り、ないんですよ。ちょっとあれだね。徘徊してこなかんけどね。徘徊してこなかんないんですよ。あれで何、1回6万とか、1人も逃げんかったら8万倒して、こいつら今出とるやつ 1回倒すと3000円か、そんなもんぐらいですか。経験の玉使って4000円いくかいかんかぐらい。ね、バカらしくなるって言ったら言い方悪いけど。まあ多分対策っていうか、そこら辺はしてくると思うんですけどね。メタルの祠を減らすとかね。更新頻度の間隔をね、長くするとか。一週間でも多分短いぐらいだろうね。こんなメタルの祠でボコボコボコレベル上げるような状況になったら。早い人なんか多分もう65終わっちゃったでしょうね。ブワープワープワープして、ね、いや、多分ほっとそれぐらいのあれだと思う。感じだと思う。それぐらいほっとレベル上げの環境を変えてますので。まあ、とは言いながらもね、ゆるーくゆるーくやっていきますということで。はい、ということで、そんな感じで終わりー。